行多分早送りやからああそれかあっち側外亀でこの移動のここ撮ってもどっちがいいと思う。ああこれをちょっと撮って、うん、その後に外バーこれがこうやっとくわ。ああオッケー、ありがとうこの音楽もう俺もう耐えられへんかったわ。何で耐えられへんかったの。え何で耐えられへんかったの。いやもう笑ってまえやろ、こんなもん。なんでやれ、いい音楽やんの、これ。いや、すごいから、もう番組感が。いや、もうな、ラジオみたいな音楽してるもんね、昼間の。夕方から昼間にかけて。朝やな、朝って感じやな、この感じな、もう朝でしか味わえない、この感じ。いや、そうね。ちょっと一回外の気温見とくわ。やばい、ほんまにやばいよ。見て出てるもん、見て。俺は釣れる、釣れる、間違いない。なるほどね。ちょっと編集者さんがね、しばらくね、まあしゃあないですね。あ、いやちょっと編集者がやっぱ、しばさ、なんでさ編集してくれへんの。あのさ、もう見た時にパッと、でもだから大概、あ、編集、大概その見てるんやけど編集が30分後やね。だから例えば6時に来れるって俺が言います、うん、で既読つきます、うん、それが俺5時に送っとうとするやんか、うん、で5時半ぐらいに行けるとかで来んねん。5時に帰るそうじゃない30分のロスがあって、そう30分のロスがあって帰ってくるわけ、うん、で今回も俺もだってその行けるって聞いた時にエテやって帰ってきたからさ。でいやエテやってどういうことって俺結構その切り返してぐらいで送ったら、まあ、そっから記録だったエッテや謎のままやったから結局まあいいよって意味やったけど、なんかモヤモヤするな。もうお前もなるほどね。エッテやねエッテやって、意味わからんよエッテやって。いやそれいけるって間違えたんやろ。いけるの変化ミスエッテや、どういうミスや。これ昼多分行く気ならんやろ。絶対ならん。絶対、いやもう俺らもう多分ちょっとしんどくなってくるから、多分昼ぐらいだったら釣れたらいいけどね。多分、まあ、大体の予想はつかこれぐらいのやつが釣れるみたいな、そうなってくるからさ。これラジオやってんのかなこれ俺。ラジオね、ラジオやってんの。まあね、今のところ全部使えるから。いやもうこの音楽がな、これ完全にその喋る時のやつやな。ほんまに邪魔してない音楽やから、いいぐらいやわ。なんとも言えん、素晴らしい。釣り人おるかな。いやおるかな。そうなのか。いやこれぐらい、日曜やろ、おるんじゃん。いや、サマーってたら多分釣れるから。あ、そうなの。シーズン入っててるから。そうなんや。穴釣りのガチのシーズンが、うん、ほんまにもうちょっとぐらいから2月、3月 の、 あのほんまに寒い時期やねん。だからもうこのぐらいやったらほんまにいけると思う。いけるか、これで。いやもうじゃあ全然釣れるんやったら期待は膨らむけどね、マジで。穴釣りってガチで伸びるからな。あの面白さいらんから、釣りしてるだけでいいから穴釣りは。そう伸びるよこれは。いや俺ペットボトルの水忘れた、くっそ持っとったのに。あれ、取った？何で取るんや。どういうこと？おわ、え？
なんかペットボトルの水なんかしかも人のも水出しても取らないんだよ。俺さ、あのさ、昨日のさ、12時ぐらい、加東市にあるラーメンマンって知ってる？分かんない。めっちゃ美味しいところなんやけど、そこのそのおすすめのラーメンがニンニクラーメンやね。ニンニクめっちゃ強いんやんか。もうこれ朝口臭いなるけど迷わんで食って、もううますぎて汁も全部いっとったやんか。多分めっちゃ口臭い。なるほどね。ちょっとあのガムガムちょっと5個掘り込んどくわ。いや、あんま変わらんと思うけど掘り込んだところで元が。あ、でもリンゴ食うといいらしいよ。え、リンゴ食ったらいいん？リンゴ食ったらすぐ効くらしい。え、リンゴはすぐ効いて即効性があって、え、それからもう匂い消える？その消えるんで、その一時的やけど。あ、一時的か。一時的にこう相殺できるらしい。リンゴがその消化されるまでの間みたいな。あー、なるほどね。それでまだ匂いが来るん？そう、翌日の匂い消したい場合は牛乳らしい。それではね、このガムね、いただきます。すんごい、あのな、冷たいから硬い。今硬い、凍ってる。あ、凍ってるに近いね。近いところがあるね。でも俺スースーするの無理やけど食べられない。どういうこと？いや、俺その冷たい、冷たいじゃない、そのスースーするやつあるやん。そのミントとかト、そういう系のやつ、あの全般無理やん。歯磨きは？歯磨きは全然そのスースのレベルが違うやん。ああ、これさ、キューンあんくるやん。だから余裕、焼肉屋とかでもらうやつや。そうもらうやつあるやん。雨とかも無理ってこと？さ、あれもだから俺トーマスのああいうさ、あれに変えてほしい。トーマスの中央キャンディあるやん、あれに変えてほしいの俺。小学生か。いやそれ好みやから、それは。ああ、スースーしていいの、あれ。めっちゃいい。どういうとこがいいの、あれ、スースーして。やっぱ俺基本鼻詰まりやし、鼻とかもスースーくるから、うん、なんていうんだ、気分爽快よね。鼻から抜けるみたいなのがいいってこと？なんかな、スカッとするみたいなもん。透き通ってるっていうかな、あれさ。その普通のスースーやったらいいんやけどさ、あの特大スースーとかがあるやん、ガムによって。ある。でこれ、そう、こういう特大スースーのやつってさ、もう開きすぎていい、しんどなってこへん。なんか穴とかがガーって開きすぎる。なんかその、だからそれ開きすぎるっていうか、そのスースーのあれちゃう。そうそう、スースーするから、もうすっごいなんか鼻の奥のその表面積感じるというかさ、表面積を感じてもらうから、それがきつい。それがもうなんで食べとるんやろと思ってまうな、食っとる時に。マジで？いや、マジでマジで。ちょっとここ、あのアウトカムいっとこう。アウトカム非常に綺麗。あれ、これどうやってアウトカムか、一回止めなあかん。これな、そうやな、一回止めなあかん。